昨日からねずっと降り続いていました。雨も少しずつ切れてきて晴れ間が見え始めております。ヤギさんも出てまして、さっき鳴き声が聞こえてましたけど、ハイジに出てくるユキちゃんのまんまで結構感動しました。畳める自転車ならではだと思います。ブロンプトンが5台で、ダーホンが2台、いわゆるワンボックスのね、これぐらいのスペースで乗っちゃうということです。2日目はですね、タクシーで標茶町のこの標茶駅ですね、まで移動しまして、ここから各駅停車に乗って釧路まで行って、で釧路市街を自転車で散策して、特急でまた帰りますという流れです。まあ私、道東は初めてな私としては、もちろん標茶も初めてなんですけども、道東の鉄道発祥の地だそうです。これ確か小樽にね、鉄道記念館っていうのがあるので、そこに行くと、どういう流れでね、できていたのかということが分かってくると思います。おそらく鉄道が好きな人にはもうたまらんところなんでしょうね。標茶線の起点標茶駅というふうに出てます。まあね、この雰囲気はやっぱりなかなか道東じゃないと出せないんだろうし、道東に来てちょっと面白いなと思ったのは、やっぱりそのソーラーパネルの数がすごい多いなという印象です。やっぱり雪が少ないとかね、晴れが多いとかいうことなんだろうと思います。今標茶駅から電車に乗りまして、やっぱりなんだかんだ言いながら人は乗ってて、ちゃんと需要はあるのが分かります。小樽からね、ニセコに向かっていく電車と同じような雰囲気で、まあこういう路線が JR 北海道、まあ北海道を支えているかなと思います。釧路駅に着きまして、釧路のね、観光コンベンションの方のご案内で釧路市内を散策ということになります。ね、バリバリロードで来てらっしゃったんですけど、こういった感じの折りたたみの自転車っていうのは見る、まあ、まともなのを見るのは初めてだということでしたんで、お互いね、カルチャーショックというか、なんかいい文化交流ができるんじゃないかと楽しみです。ぬさまえ橋ですね、今観光協会の方のですね、見事なご説明をいただきまして、釧路がなんで霧の町なのかとかいうことに関して初めてその理由を知ることができました。で、釧路ってすごい夕日が綺麗な町として有名なところなんだそうですけど、なんでその釧路の夕日がね、燃えるように赤いのかとかいうようなことまでご説明をいただきまして、非常に、勉強になっております。今釧路の花時計のね、際の坂を登ってきてくれますので、先に構えてます。はい、撮ってます、撮ってますよ。はい、撮ってますよ。なんか面白いこと言ってくんないかな、誰か。いいっすね。あー、いいっすね、いいっすね、頑張って頑張って。今ぬさまえ橋のね、お名前の由来を聞いてます。アイヌにとっては非常に神聖な場所だったのがここなんだそうです。で、そこをね考えれば、まあ、ここに釧路の有名な花時計の上に来てるんですよ。で、そういうような町の発展がなんとなく分かる。松浦武四郎がね、やっぱこの辺にもちゃんと来て、明館、御和館、どちらかはちょっとあれですけど、ちゃんと登ってらっしゃるそうです。その時に北方領土が見えたというような、記述も残っているそうで、それを記念する石碑が、石像ですね、出てます。この辺りはですね、結構湧き水が多いというところだそうです。で、シャモトラというのはですね、料亭の名前だそうで、石川啄木はですね、ここの料亭にいた芸妓と相当盛り上がってたらしいです。そういうお話を聞けるのも、やっぱりこういうね、自転車のツアーならではだと思いますね。今ここですね、釧路港を一望できる、まあそこ多分灯台ですよね、ああいうのもありまして、
まあ、非常に素敵な景観です。まあ、天気もいいんでね、やっぱいいなと思います。多分港町としての歴史はね、小樽に匹敵するくらい前からね、海上輸送の栄養の表彰だったでしょうから、なんかいいなと思いますね。さすがです、さすがですね、これは、素晴らしいです。釧路って意外に坂の多い、平地のイメージでしたけど、意外に坂の多い、すごい不思議な味わい深い町だなと思いながら走って、ですね、貸しどころ中島さんに立ち寄りました。私は全く知らなかったんですけども、ここかなり有名なお菓子屋さんだそうで、ね、参加のお姉様方もう先を争って今いろいろお買い物をされておりまして、やっぱりね、お土産にちょうどいいみたいですね。現在千代の漁港というところに入ってきました。まあ、北海道でね、漁港っつったら、まあ、小樽ぐらいしか僕は知らないんですけど、ね、そことはもうだいぶ趣の違うね、大変にドーンとこう面した感じ、漁港というのは浜というかね、なんかそんな感じ、すごい広大な道を今自転車で走って、石炭をこうずっと海岸線沿いに運んでいたそうです。でもまあ残念ながらもうね、需要がなくなったということで、まあその捨て店になって、今は市民の憩いの場のような感じで、運営をされているようです。まあ釣れたら取れるし、それなりに釣れるんでしょうね。なんか太平洋は荒波がドーンとなってて、今さ、釧路市博物館ですね、の方に向かって走っております。紅葉がね、やっぱり札幌とかより早い感じですね。すごい街中が本当に秋色です。で、小春日和で、すごくいい自転車日和になりました。こんな中ね、釧路市非常に自転車のね、ポータリングツアーには向いた街であることを再確認しながら走っております。頑張って頑張ろう。バッテリーキャーに無理せんで押してもいいよ。坂を登って釧路市博物館の横を通ってやってまいりました。登録メーカー北の路上釧路もなかがメインなのかは分かりませんが、日光さんですね、いちご大福がなんかすごい有名だそうで、ね、坂道登ったんですけど、ライコとはいちご大福の中まで登ってまいりました。かなり熱いいちご大福のようです。お昼はどうやら釧路市民の新興昼食地みたいですね。水族館もありますよという珍しいとこ。昼食が終わりまして、今から午後の部スタートです。今からちょっと釧路湿原のね、本当に湿原の部分に連れてっていただけるそうです。この辺大型ショッピングセンターが立ち並んでるところなんですけど、もう埋め立ててね、できたところで、元はここ貯木場だったということです。さっき食事をいただいたところから、まあ多分自転車で15分ちょっとですね、走ったところ、もうここ湿原なんだそうです。おそらくこのね、木道の上を歩かなかったら我々ね、底なし沼に入り込むというようなところなんだそうです。で、こうやってね、ちゃんと見に来れるようになってますし、向こうにね、すごいでっかい施設ありますけど、あれ運動関係ですね、体育館とか野球場とかいろんなものがありましたんで、なんだかんだ言いながら釧路市って文化的なね、レベルが高いんだろうなと思いました。おしゃれ雑貨プチドールさん、ここでシュークリームが絶品ですということでしたので、みんな早速買いに行きました。私、ね、シュークリームだけど四つ葉ソフトクリームっていうのはちょっと気になるんで、
ね、それも行ってみようかもかなと思っちゃったりしました。かなり素敵なところだそうなんで、晩飯がてら無事に釧路駅に到着いたしました。まああと20分ほど時間がありますんでね、なるだけペペペッと畳んで頑張っていきたいところでございます。まあ、私はね、誰よりも早くちゃんと準備を終わらせて皆さんをお待ちしたい。